佐藤正久君。自民党の佐藤正久です。先ほど新聞委員の方から外務大臣、重厚な大臣という話がありましたけれども、重厚かつスマートな大臣だと私は思っておりますので、しっかり政府とこの立法府、しっかり課題について議論して、前の方に進めるという形にしていきたいと思います。まず資料1、これをご覧いただきたいと思います。これは防衛力の抜本的に強化のための有識者会における、岸田総理の発言録であります。まさに現下の厳しい安全保障環境というふうに言われておりますけれども、世論調査でも、中国への日本国民の厳しい見方が増えています。前回の安保戦略策定時と比べて、大臣の安全保障面から見た中国への情勢認識、これを伺いたいと思います。林外務大臣。佐藤委員から身に余るお言葉を賜りまして、ありがとうございました。ご指摘の2013年の国家安全保障戦略におきまして、中国について、中国の対外姿勢、軍事動向等は、その軍事や安全保障政策に関する透明性の不足と相まって、我が国を含む国際社会の懸念事項となっており、中国の動向について慎重に注視していく必要がある旨述べております。現在も日中両国間にはさまざまな懸案も存在いたします。尖閣諸島をめぐる情勢、東シナ海、南シナ海における一方的な現状変更の試み、日本周辺における軍事活動の拡大活発化は、日本を含む地域と国際社会の安全保障上の強い懸念であります。佐藤正久君。いろいろの厳しい環境に備えて、防衛力を抜本的に強化する、後ほど防衛大臣が来られたから細部議論したいと思いますけれども、その一つに継戦能力というものがあります。例えば、真剣に有事を考えた場合、例えば、川島局長の、川島局長は防護マスクとか、鉄棒とかお持ちですか。防衛省、川島整備計画局長。それは個人でということでございますが、持っておりません。佐藤正久君。委員の方々、実はこれが実態なんですよ。防衛省の職員も自衛隊員で、いざというふうに危機管理を担う、実は副大臣も政務官も、個人装備の鉄棒も防護マスクも持っておりません。で、実は外務大臣も持っていないと思います。総理大臣もないんです。いざっていうときに、当然いろんなところに移動します、ずっと指揮所にいるわけじゃありませんから、いざという考えたときに、自分を 身を守る、これ危機管理用については、そういう備蓄すらないんですよ、防護マスクも、個人用装備がないんですから、それでは本当はね、やっぱりいけないわけで、そういうことを含めて、今回、有識者会議含めて、防衛力の抜本的強化、こういうのをやっていただきたいというふうに思います。で、ここの資料の方に、防衛力を抜本的に強化してまいります。総理の決意があります。ただ、ややもすると、よく言われるように、これに NATO 基準のように、海上保安庁の予算とか、あるいはその恩給の予算とか、あるいはここにあるような科学技術、公共インフラのような予算を入れてしまうと、まさに水増しどころは水ぶくれのような感じになってしまって、肝心の中身、この防衛力の真水の部分が増えないと、防衛力の抜本的強化にならないと思います。まさにこういう今回の議論、防衛力の抜本的強化の幹は、中心は、防衛力、自衛隊のまさに力を増やすということにあると思いますけれども、防衛省の見解を伺います。井野防衛副大臣。はい、先生ご指摘のとおり、防衛関係費ではないものの、総合的な防衛体制強化に資する経費について、今、議論がなされておりまして、防衛省としてもその議論に参画をしているところでございます。他方、我が国の平和と安全を最終的に担保するのはやはり自衛隊でございます。こういった観点から、我が国が直面する厳しい現実に向き合い、将来にわたり我が国を守り抜くため、どのような装備品等を装備すべきかなど、自衛隊の能力強化の在り方について、あらゆる選択肢を排除せず、現実的に検討し、防衛力の抜本的強化に必要な予算をしっかり確保していく考えでございます。佐藤正久君。そこが強くなければ、やっぱり国は強く、しっかりと守ることができない、ただ一方で、この総理の発言にありますように、やはり科学技術、公共インフラというのもしっかりしなければ、防衛ニーズから
アプローチするという部分がなければ、これも実際動かないというのが事実だと思います。資料2、これをご覧ください。これはCST の資料をもとに作ったもので、例えば量子技術、15回予算で政府全体で800億円、防衛省はたった2200万円です。AI、これ約1600億円が政府、防衛省は32億円。これではなかなかね、これからまさに戦う段階において、AI もロボットも非常に防衛の方が少ない。やはりこの総理が言われるように、この省庁横断でやらないといけないというふうに言えると思います。でさらに、この防衛省が今回、旧省庁と連携して提案をしている、なんとかしようとする研究開発税制、これをこう資料に見てください。この税制というのは延長するもので、最大の 50%、これはコロナがなくなれば 45% の研究開発だから、税で控除しようというものです。ただこれは今の有識者会の議論と全くマッチングしていません。これは高いピンの技術か研究開発からキリのものまで全部合わさったのがこの税制改正で、だからこの旧省庁でやってるわけです。でも今有識者の方で議論しているのはまさに防衛に必要なエマージェン技術、本当にこれはっていう技術についてはしっかり防衛と各文科省が連携してやらないと。これはまさにシスティの思いだと思いますし、NSS の思いだけど、これがこの税制のままだと全然エマージング技術に寄っていかないんですよ。本当にリスクを回避をして、これから大事な技術を研究はやろうとするんであれば、リスクを軽減するためにも補助金だけではなく、こういう研究開発は7割8割の向上をしますというぐらいのインセンティブを与えないとダメだと思います。まさに今回のこの議論、省庁壁を破って横断的に将来しっかり守るための議論というものをやって、これまさにシスティの方も防衛省と向き合ってやるということが大事だと思いますけれども、内閣副大臣のご認識をお伺いします。星野内閣府副大臣。はい、官民を問わず研究開発が進められている AI や量子技術といった先端技術にはさまざまな応用可能性があります。その進展は我が国を取り巻く安全保障環境に大きな影響を与えうるものであると考えております。したがってスタートアップ企業やアカデミアも含め、我が国の技術力を結集し、安全保障を含めた国力の強化にも円滑につなげていくことが重要だと考えております。内閣府としても、国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議における議論も踏まえながら、関係省庁と連携をして、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。佐藤正久君。ただ、口で言うほど簡単なものではないと。資料3をご覧ください。これが2015年に日本学術会議と共産党の配下の中央科学技術協会の代表とのこの覚書です。でこれによって、学術会には中国の共産党配下、つまり軍と関係する部分と技術協力ができるというふうになりました。一方で自衛隊の方には、学術会には協力しないというこの現実が副大臣あります。さらにこの資料4を見てください。これが同じ2015年、習近平がトップとなって、軍民融合発展委員会と。これ、経済産業省の資料ですけど、見てください。このぐらい国を挙げて、大学やあるいは企業で、政府等一体となってやってる、これに副大臣、これに立ち向かなきゃいけないんですよ。防衛省、やっぱこういうことを考えると、防衛省だけではかなり無理な部分がいっぱいあります。ロボットについても、裁判についても、しっかりこれから防衛ニーズをもとに、このしっかり、CST や文部科学省、いろんなものと打って出ると、連携していく、そういう考えはございますか。井野防衛副大臣。はい、先生ご指摘のとおり、やはり軍民、民生の先端技術というものは、将来の戦闘要素を一変させうると考えられます。こうした中、防衛省独自の投資拡充に加え、政府が推進する研究開発事業の成果を防衛分野で真に意味のある形で活用していく
ということが重要です。政府の研究開発プロジェクトのうち、防衛省以外のプロジェクトに防衛省のニーズをマッチングする仕組みを作ることが重要であり、個々のプロジェクトに防衛省の研究者が参画する仕組みを含め、連携強化のあり方について、現在、関係府省と議論しているところであります。防衛省としても防衛力の抜本的強化に資する仕組みが構築できるよう、積極的に取り組んでまいります。佐藤正久君。福田君、本当甘くありませんから。ものすごい外出会の壁、あるいは各省庁の予算の分取りとありますから、これは場合によっては防衛省だけではなく、NSS も噛むような形で、省庁、本当横断的にやってもらわなければ無理ですから、ここはしっかり、私は第二学部、もう筑波学園都市的なものを横須賀に作るということを、サイバー部には提案しておりますけれども、しっかり対応のをお願いしたいと思います。次に資料5、資料6、これをご覧いただきたいと思います。今回の有識者会のもう一つが、のポイントが公共インフラです。で、自衛隊がいくらいい装備を持っても、インフラがなければ、それは能力を発揮することができません。これは防衛省の資料を抜粋したものですけれども、これ、まず空港、沖縄の南西諸島の空港を見てください。P1 も P3C も、下島空港以外はほとんど先島で使えない。これは滑走路の長さだけではなく、この滑走路の厚さの問題にもあります。これは今まで国交省と防衛省、あるいは海上保安庁を含めたトータルでの検討がされてこなかった結果が、この空港やこの港の状況になっています。海上自衛隊の輸送艦が入れる先島の有人島は、石垣と宮古しかないんです。それ以外の有人離島には、海上自衛隊の輸送艦入れませんから。こういうものを含めて、まさに今回、総合的な観点で、これをインフラ整備やる、これは防衛省だけでは絶対できません。これは B by C という論理を国交省が持ち出せば持ち出すほど、これはだめです。予算委員会でもこれ、質問しました。もう国交大臣は B by C の観点というのを盛んに強調されており、防衛省からはニーズは聞いておりませんという明確な答弁がありました。これでは話にならないんですよ。やっぱり今まさに防衛の抜本的強化をやるんであれば、真に使える公共インフラ、これを省庁横断的にやるべきだと思いますけれども、国交副大臣のお考えを伺います。石井国土交通副大臣。お答えいたします。佐藤委員ご指摘の有事の際における公共インフラの活用につきましては、9月30日に開催されました国力としての防衛力を総合的に考える第1回有識者会議におきまして、岸田総理からも発言があったとおり、政府内の縦割りを打破し、我が国全体として必要とされる総合的な防衛体制の強化策を検討していく必要があるものと認識をしております。このため、空港や港湾などの公共インフラを所管しております国土交通省といたしましても、自衛隊の部隊展開や住民保護のニーズを確認しながら、公共インフラの活用の在り方等につきまして、政府全体での検討に参画してまいりたいと考えております。佐藤正久君。ぜひこれをお願いしたい。堀井巌委員も、下島空港の自衛隊の活用には、いろんなところで発信をされております。でも、これは県管理、あるいは変な覚書というために、ほとんど今、使われていない、LCC がちょっと離発着しておりますけれども、3000メーターのある滑走路、これ、使えないんですよ。このあたり含めて、いろいろ議論していただきたいと思います。そしてもう一つ、総理が今回、この会議で言われているのは、資料1にあるとおり、これを支える財政、経済財政の在り方、基本的な考えについても議論していただきたいというふうに言っています。やはり私は、この防衛というのは、やっぱり国民全体で支えるべきものだと、国防は最大の福祉という言葉があるように、これは国民がある程度、一定程度負担することによって、日頃のなりわいとか、生活の安定が図れるものだというふうに思います。そういう意味で、安定的な財源というものについては、これはしっかり今回議論をして、一過性ではなく、しっかりとしたものが安定的に確保するということが、これ、大事で、これは財務省も同じ考えだと思いますけれども、ただ一方で、非常に古い財務副大臣、古いしきたりがあって、例えば自衛隊の官舎は検察国際は使えません。でも、海上保安庁、あるいは警察の官舎、これは検察国際で使えます。海上自衛隊の護衛艦には建設国際使えません。海上保安庁には使えます。文科省が作る人工衛星には建設国際が使えて、
自衛隊が挙げる人工衛星には建設国債は使えません。これは昔からの縛りで、自衛隊というのは場合によっては有事なくなると損耗するという観点から、将来の投資という部分が建設国になじまないと。でもこれは国民から見たら全くわからない。なんで自衛隊の感謝がダメで警察がいいんだと。そういう部分も今回こういう古いものは見直すべきだと思います。そういう意味で今回のしっかりと財政の基盤、これをやっぱり真剣に議論して、国民の方にもしっかり求めれば求めるということが大事だと思いますけれども、財務副大臣のお考えをお聞きしたいと思います。井上財務副大臣。佐藤先生、どうもご指摘ありがとうございます。先生のご指摘のとおり、安全保障、環境が一層厳しさを増す中、今言われましたように、総合的な防衛体制を強化するにあたっては、これを支える、財源力、の強化と、健全な、財政が不可欠であるというふうに思います。一般論で申し上げれば、防衛費に関しては、今お話がありました、恒常的に要する経費であること、軍事的有事の際には、厳しい経済環境の中、装備品、食料、エネルギー等の需要の増大に対応する、財政、余力が必要であることを踏まえ、歳出歳入の両面から検討を含め、必要な安定財源を確保することが重要だというふうに考えています。併せて防衛の問題を含めて、我が国の直面しているさまざまな社会課題に対応していく基盤として、中長期的な、財政、持続可能性への信頼が損なわれないように、経済再生、財政健全化の両立を図り、責任ある、財政、運営を図ってまいりたいと思いますが、その中でご指摘を踏まえてですね、防衛力の強化の内容、規模、財源についても、一体的な検討を進めていく中で、財務省としても、防衛省と、国家安全保障、局などの、各省庁と連携を図り、しっかり、検討してまいりたいというふうに思います。佐藤正久君。ここで内閣副大臣と国家副大臣はご退席いただいて結構でございます。それでは内閣府副大臣、国土交通副大臣はご退席ください。委員長。はい、佐藤正久君。はい、今の財務副大臣から話があったとおり、これはやっぱ国民が負担するということを正面から問うのが今だと。実は個人装備品を揃えるだけでも、実は相当お金がかかります。国民も総理とか外務大臣、防衛大臣が防護マスクすらないということは、これはやっぱりおかしいと思いますから、やっぱ本当に、霞が関や、あるいはこの市ヶ谷の主要官庁のやっぱ役人といえども、やっぱいざというときに自分の身は自分で守るぐらいのものを日頃は持っておかないといけないと思いますので、これはしっかり議論していきたいと思います。次に資料7をご覧ください。総務副大臣にお伺いします。このふるさと納税制度の趣旨あれについて簡潔にご説明いただきたいと思います。尾身総務副大臣。はい、ふるさと納税はふるさとやお世話になった地方団体に感謝し、もしくは応援する気持ちを伝え、税の使い道を自らの意思で決めることを可能とすることを趣旨として創設された制度です。具体的には税制上の寄付金控除の仕組みを活用し、個人が地方団体に対して寄付金を支出した場合に、寄付額のうち2000円を超える部分について一定額を上限として、原則個人住民税および所得税から全額控除するものでございます。佐藤正久君。まさに今の趣旨、これを防衛に読み替えると、お世話になった自衛隊に感謝をし、もしくは応援する気持ちを伝え、また税の使い道を自らの意思で決めることを可能とするもの、これ防衛納税というものが、ふるさと納税があるなら自分たちの税金の一部を自衛隊の方々の福利厚生のために使いたいという人は結構いると思うんですよ。まさにそれは、つまり今回、今、財務副大臣おられますけれども、今回、お金が、防衛費が増えます。でも、であれば、その分、まとめ買いによって歳出化を少し抑える努力だけではなく、他からやっぱね、節税とか、税を持ってくるっていうのも非常に大事で、やっぱ防衛を納税するという代わりに、
なんかそれの返礼品、実は埼玉に狭山市ってあります、入間基地のそばです、狭山市のふるさと納税の返礼金は、入間の航空祭の際に、この市役所の屋上に65席、席を設けて、5万円以上払った人は、優先的にそれを見せましょうと、これが返礼品なんです。なんで狭山市があって防衛省がやらないんだと。でしかも、今、航空祭なんかも、1万円席、5000円席っていうのが今やっていて、それはものすごくこれが今人気なんです。カメラマンにとって一番前で撮りたいに決まってますから、すごい倍率なんです。でもそれは全部国庫に入るんです。であれば、国庫に入った分を、今度はそれは補正予算等でのまた財源にするとか、いろんなやり方ありますから、これ、防衛納税と、まあ、そしたら総合火力演習とか、あるいは音楽祭とか、いっぱいネタはあると思うんですよ。今、小野田政務官もうなずいておられますけれども、やっぱりね、そういう防衛納税っていう部分、これはやっぱり国民が一定程度、やっぱり国防に関与すると、ね、負担をお願いする以上、そういう分にでも、国民が自分の国を守るために、自分も応援したいという人は、航空祭、入間なんかは10万人以上張りますから、こういう人いると思うんですよ。防衛省、全然なかなかね、税についてはチャレンジングじゃありませんけれども、防衛省はやっぱふるさと納税、ね、今回の防衛力抜本強化に合わせて、これ、検討する考えはございませんか。防衛省大臣官房、石川政策立案総括審議官。お答え申し上げます。まず防衛省としましては、来年度の税制改正要望といたしまして、航空機騒音対策事業にかかる特例措置の延長、そしていわゆる研究開発税制にかかる措置の延長、そして防衛産業のサイバーセキュリティ体制強化のための措置の新設の3点を要望しております。その上で、ただいま先生のご指摘もありましたので、今後、防衛力強化の政策目標を達成する観点からですね、どういった方法があるのか、あるいはどういった方法が有効なのか、防衛省としても問題意識を持って考えていきたいと思っております。佐藤正久君。まさにね、来年じゃなくてもいいですよ。これはやるべきで、実は河野防衛大臣当時も言及してるんですよ。で、要は菅総務大臣の時にこのふるさと納税でできたんです。浜田大臣も重厚な大臣ですから、しっかりとこのふるさと納税に、版の防衛納税、しっかりやっぱ検討して、これに打ち出してもらうということが、私は大事だと思います。次に資料8、これをご覧いただきたいと思います。これは自衛隊における燃料、これを見ていただきたい、この委員の先生方にもシェアしたいんですけれども、実は自衛隊というのは国防のためにあります。国防のためにあります。そのために、現状では船、あるいは航空機は、の燃料は無税です。だけど、道路を走る車両は有税なんです。免税になってないですよ。これ、なぜかというと、道路特定財源からの流れで、その時に見直しをやらなかったと。前 の, 航空機とかなんかをいろいろやったんですけども、これ、道路はやらなかった。この付けが今来てます。今、林大臣も当時、税調におられましたから、その経緯、存じたと思いますけども、これ、どう考えてもおかしいんです。同じ防衛目的で、船と航空機は無税で、車だという、これは税金が取られる、その大した大きな額じゃないかもしれませんけれども、この部分、これ、役人に言うと、もうガソリンには色がついてませんから、その時の区別して払うのは難しいと、もうできない論理を言います、馬鹿言ってんじゃないと、後で還付すればいいだけですから、同じように、その分が入れたの証拠は残ってますから。それは後で補正予算の時に国庫に入った分から、それを振り分ければいいだけの話で、で国民からすると、やっぱり防衛省も予算を増やすだけではなく、こういう節税っていう部分、これは財務省と話しても、やっぱり主計局なんかも、何らかの考え知らないと、一方的に国民に負担を求めるだけではなくて、自衛隊のやっぱまとめ買いによる歳出化削減努力と同時に、やっぱ節税という部分についても、税の部分でも一緒に議論しないと、これ、なかなかね、お願いするときに難しいと私は思います。でそういう中で、もう一点ですね、これ今日井上副大臣おられるので、ちょっと飛ばしてですね、資料13、14、これを見ていただきたいんですよ。資料13、14、これは今日午前中、音喜多委員の方から、
外務省の在外職に対する円安、物価高対策についてありました。これ、資料13にあるように、外務省は一つの仕組みとして、名称地給与法を考えると、8月、11月、1月、4月に改定ができるという仕組みがあって、この在勤基本手当で、これで伸び縮みすることができる仕組みになっているんですよ。ところが防衛省、悲惨なことに、そういうのありませんから。で、今は防衛省では、教官、あるいは連絡員、留学生、全部でなんか210名ぐらいいます。私も留学したときも、1ドル140円になって、非常につらい思いをしましたけれども、これ、実は1年、2年って当たり前で、しかも軍の場合は、配偶者同伴でないと活動ができない、横並びにならないと、もう当たり前です。だからみんな奥さんを連れてきます、私も連れてきました、仕事になりませんから、でも子供が小さければ置いていく場合いませんから、みんなこう連れてきます、つまり形上は井上副大臣、単身でこう言ってるんです、単身で言ってるんですけども、これは旅費控除言ってます、でも実際は家族同伴というのは他の国は当たり前なのに、これは不妊じゃなくて、1年、2年の長期出張だからということになって、この資料14を見てもらうように、旅費控除から言うと、30日過ぎると1割減、60日過ぎると2割減、なんと防衛省のこの通達で、90日過ぎると防衛省だけが3割減なんです。自分で縛ってるんですよ。これ、人教局長にお伺いします。今、この、今見直しされているようですけれども、一番新しい状況を教えてください。防衛省町田人事教育局長。お答えいたします。防衛省におきましては、連絡官等として、長期出張者を多数海外に派遣しております。これら長期出張者の日当及び宿泊料については、国家公務員等の旅費に関する法律におきまして、滞在日数60日を超える場合には、その定額から2割を減額して支給することとされておりますが、防衛省におきましては、さらに事務次官通達におきまして、滞在日数90日を超える場合に3割を減額して支給することとしておりました。今般、長期出張者の処遇改善の取り組みの一環として、出張者への負担軽減を図るため、令和4年11月1日、本日から当該通達の規定を廃止することといたしました。防衛省におきましては、引き続き長期出張者の処遇改善に取り組んでまいりたいと考えております。佐藤正久君。ありがとうございます。ただ、頑張っていただいて、3割減はなくなって、他の役所と横並びになりました。で、まだ2割減、でも他の役所と違って、配偶者同伴じゃないと仕事ができないという部分が実態面あります。これはやっぱりね、その特殊性に鑑み、これ、旅費法で、副大臣ね、全部横並びじゃなくて、これは旅費法でいじれなければ、代わりに物とか、まあ、いろんなやり方あると思うんですよ。この本当にこの、円安、物価高含めて、まあ、こう考えないといけない、先ほどの税制の話、あるいはこういう旅費の話含めて、今回、防衛力の抜本的強化の中で、財務省もやっぱり一体となって、どういう形が本当に日本の力になるのかという観点から検討していただけないでしょうか。井上財務副大臣。ありがとうございます。私もですね、財務副大臣に、赴任いたしまして、一番最初にこの、物価高、円安の状況でですね、海外、渡航している、また赴任している、職員の方々、が生活困窮に陥ってないかどうかということをですね、主計局を通じてですね、各省庁にヒアリングをさせていただいて、今、現段階でも全省庁揃っているわけではありませんが、ヒアリングをさせていただいている最中でありまして、委員ご指摘のとおりですね、旅費に関することについてはですね、円建ての支給が規定されております。そういう中で、特別な事情等により、規定によって出張が困難になった場合、それから、等はですね、財務大臣の協議を経て、増額して支給することができるというふうにしておりますし、それに、在外職員や
長期出張者についても、こうした仕組みを通じて、適切な支給ができるように、足元の円安物価高を踏まえて、外務省をはじめ各省庁、連携して、協議等に対応し、迅速に進めていきたいというふうに思っています。また手続きについてもですね、できるだけ柔軟に簡素化して、各省庁の事情に合わせてですね、対応したいというふうに思います。佐藤正久君。どうもありがとう、前向きな答弁ありがとうございます。今、井野副大臣も聞かれたと思います。しっかり財務省と連携しながら、本当に留学生とか連絡官も、やっぱ国力強化のための大事な要素ですので、今、210名もいますので、ぜひお願いしたいと思います。ここで財務副大臣、総務副大臣はご退席いただいて結構でございます。はい、では、井上財務副大臣、尾身総務副大臣、退席いただいて結構です。委員長。はい、佐藤正久君。次に継戦能力、これも一つの防衛力抜本的な強化の一つ の重要な要素、継戦能力、抗堪性、一般に弾薬、あるいは部品、燃料等の補給品、施設、人員等が一般に言われます。で、例えば弾薬、この場合は、一つ頭痛いのは、例えば人に SSM の改良型、これを一部報道では、1000発とか、1500発を整備するという報道があります。あった方に越したことはないんですけれども、まあ、一つのネックの一つが、やっぱり火薬庫、火薬庫を作るには、相当大きな実は火薬庫が蚊取り法上必要になります。その後環境影響評価、住民説明、議会、あるいは首長の理解を得られないと、実は置けないんです。で、さらにミサイルの場合は、今度はこの寿命がありますから。通常の弾とは違って、C 以下、やっぱ劣化します。当然、電気線もあります。劣化するので、寿命っていうのは、一般には10年ぐらいとよく言われますけれども、そうなると、そのライフサイクルコストも考えながら整備しないといけない。で、さらに、今、人に SSM の射撃っていうのは、1年に1発しか、実はアメリカでしか撃てません。となると、仮に1000発保管しても、1年に1発だと、990発は廃棄しないといけないと、買えないといけないと、とてもそういう危ない弾を船の中からとか、撃つわけにいきませんから、そういうふうに考えてこう整備しないといけない、でさらにそうすると、ライフサイクルコストに加えて、車上という部分も考えながら、今回、この大事なスタンドオフミサイル能力とか、今後、議論される反撃能力を考えるときも、そういう路地面も考えてやらないと、結局、絵に描いた餅になります。このあたり、この、弾薬について、この継戦能力、極めて大事だと思いますけれども、この弾薬整備についての防衛省の決意、考えをお聞かせ願いたいと思います。防衛省、川島整備計画局長。はい。防衛省川島整備計画局長。お答え申し上げます。弾薬につきましては、有事におきましては、我が国への侵攻を阻止するために、必要十分な数量の弾薬を、保有しておくことが、必要であると考えておりまして、時期防の期間をかけまして、弾薬の保有量を増加させていきたい、抑止力の重要な要素でありますので、充実をさせていきたいというふうに考えてございます。ただ、これまでのところですね、技術の高度化に伴う価格上昇もございまして、十分な数量を整備できていないというのが現状でございます。したがって、実効的な対処力、抑止力のためには、誘導弾を早急に充実させる必要があるということであります。他方、必要十分な誘導弾の数量を確保するためには、さらなる資源配分が必要となるということ。また製造等の能力に、企業さんの方でですね、一定の限界があるものでございますから、企業さんの製造体制を強化するというところもやらなければならない。また、先ほど先生からご指摘がありましたとおり、ミサイルは火薬庫に収納する必要がございます。他方で、
一二式の SSM となりますと、大きなミサイルとなりますと、全長が9メートルあるということで、まあ、一言で言いますと、ミサイルはあの場所塞ぎなあのものでございまして、それを大量に入れようといたしますと、どうしても必要なですね、火薬庫を整備をしていく必要があると。他方、火薬庫となりますとですね、それを設置する地元におきまして、さまざまな、仮に現在、防衛省の土地であるとしてもですね、さまざまな地元調整が必要となるということで、先生ご指摘のとおり、さまざまな苦労があるということを申し添えさせていただきます。以上でございます。佐藤正久君。局長の、苦労があってもやらないといけないんですよ。それが今まさに総理による厳しい安全保障環境を直視をして整備する、困難があっても乗り越えないといけない、でその継戦能力には、その弾薬ではやっぱ部品、よく言われる戦闘機の、ね、エンジンの共食い問題とかありますけれども、意外と忘れがちなのが、実は燃料とか被覆なんです。アメリカの場合は、航空機燃料と車の燃料一緒です。私もイラクの時にそれでいろいろ苦労しましたけど、自衛隊は別なんですよ。と、あと離島、先島諸島を考えたときには、航空燃料の備蓄が本当少ない。ウクライナの教訓見ても、ロシアの戦車が突っ走っても、燃料タンク車が随伴しなかったために、そこで止まってしまった、同じ先島の場合は島ですから、車で運ぶわけにいきません。なると、一定程度は備蓄しないといけない、これがほとんど今ありませんから。自衛隊用の航空燃料、このあたりもやらないといけないし、あとはいろんな人をお願いするにしても、動員かけるにしても、服の備蓄、これはほとんどあります。一人に対して、定員に対して1個という今、考えになっているので、これは全くマッチングしないです。継戦能力という観点から、そのあたりも、被覆も含めて考えていただきたいと思います。そして、大事なのは人です。この資料10を見てください。資料10、これは防衛省の資料ですけれども、これが実は継戦能力で大事な予備自衛官、この定員と原因で充足率がこうなっています。陸も実際、定員が実は4万6000人しかいません、定員としても。海上航空は1100人と800人です。多分他の軍隊で海軍、空軍の予備役がこの程度の数、原因で500人しかいない、多分軍隊はないと思います。もう不死身じゃありませんか、皆さん。この考えると、継戦能力、今回のときに、この予備自衛官、この部分もしっかりね、考えないといけないと思います。今回、町田人権局長のやり取りの中で、実は予備自衛官の定年延長で、お医者さんは定年延長が、数年前、これが決まりました。でもなぜか、医者だけなんですよ。看護師や、例えばいろんな技師の方、私も臨床放射線技師の資格持ってますけれども、そういう技師の方とか、そういう部分は全く考慮されてない。お医者さんだけ伸ばしても意味がなくて、このあたり含めて、この予備自衛官、いろんな観点で定年からこの数含めて、これ、早急に今回、真剣に検討すべきだと思いますけれども、人権局長のお考えをお伺いしたいと思います。防衛省町田人事教育局長。お答えいたします。先生ご指摘のとおり、我々予備自衛官の数といったものは、非常に制約があるものというふうに考えております。一方で、平成30年以降、少しずつ充足には努力してきているところですが、ご指摘の年齢要件の緩和、そして予備自衛官になる際の各種制度、どうしても制御との両立が困難であるだとか、それから訓練日数が制御との関係で困難であるといったご指摘を現役の予備自衛官の方々からいただいているところでございますので、今後、このような観点、問題点につきまして、しっかりと検討して、予備自衛官の拡充に努めてまいりたいと、このように考えております。佐藤正久君。井野副大臣、これ、非常に大事なポイントなので、ぜひ、省を挙げて対応していただきたいと思いますし、これは政府を挙げてやらないと、人は非常に大事だと思います。防衛大臣、ご就任おめでとうございます。そしてまた、本会に対応お疲れ様でございました。で早速でございますけれども、大臣の専門分野のこの施設整備、
これについての質問したいと思います。資料11、12、資料の11、12をご覧いただきたいと思います。資料11のこの左端の円グラフにあるように、自衛隊の施設は約2万3000ぐらいあります。じゃあ、そのうちの約4割の9875棟が、現在の耐震基準に合致していない、つまり4割の施設が耐震基準に合致していないと。で、加えて、築20年以上になると、全体の9割が築20年です以上です。で、下の方にの一例、こう書いてありますけれども、これ、継戦能力抗堪性という観点から、施設というのは極めてこれは大事な要素で、大臣もずっと、これに問題に関わってこられたと思いますけれども、やっぱこれ、防衛力の抜本強化というときに、極めて分かりやすい、しかもこれ、実行可能な、目に見える、隊員にとっても、本当、喉から手が出るほど望んでいる分野です。今までどちらかというと、南西諸島の部隊配備のために、施設整備がほとんど取られてます。やっと石垣が終わります。まだ多くの隊員がこの分野を望んでます。今回の防衛力抜本的強化の中で、継戦の抗堪性の確保の点からも、この施設整備、これをしっかりやっていただきたいと思いますけれども、大臣の僕の認識をお伺いしたいと思います。浜田防衛大臣。委員ご指摘の点についてはですね、全く私どもも同じ認識でおるわけでありますけれども、安全保障環境がですね、大変急速に厳しさを増す中で、防衛力の持続性、強靭性の基盤となる防衛施設の十分な機能発揮を確保することは重要であると認識をしております。このため、施設の老朽化対策については、老朽の状況等を踏まえ、集約建て替え等による効率化を図りつつ、施設の重要度に応じた防護性の付与といった取り組みが重要であると認識しております。防衛省としては、防衛施設の十分な機能発揮を確保するために、新たな国家安全保障戦略の策定に向けた議論が加速する中で、これらの点についてもしっかりと取り組んでまいりたいと思います。我々とすれば、当然のごとく今まで限られた予算の中でやってきたわけでありますけれども、それではとても追いつくとは思っておりませんので、今回のこの我々の要求というのをですね、しっかり通せるようにですね、しっかりとやっていきたい、このように考えているところであります。佐藤正久君。もうありがとうございます。これ、我々もしっかり応援したいと思いますので、これ本当に隊員が望んでいる分野でありますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。次に北朝鮮に関して、のミサイル対応について、まず防衛政策局長にお伺いしたいと思います。現在、大砲83条の3の弾道ミサイル破壊措置命令では、たとえ AIS 情報で日本漁船が多数操業している接続水域とか、あるいは排他経済水域にミサイルが着弾するということがほぼ判明しても、今、法制上撃ち落とすことができません。これは警察権に基づく公共の秩序の維持の観点からも、課題というふうに思いますが、いかがでしょうか。防衛省、増田防衛政策局長。お答え申し上げます。弾道ミサイルからですね、我が国の経済水域や排他的経済水域におります多数の船舶、この安全をどのように確保するかということは大きな課題と認識しております。他方、自衛隊法第82条の3の規定によります弾道ミサイル等による破壊措置は、我が国領域における人命または財産に対する被害を防止するものでありまして、同条を根拠にいたしまして、我が国の接続水域や排他的経済水域に落下する弾道ミサイル等を迎撃することはできません。その上で、いかなる措置を講じるかにつきましては、技術的課題や国内法、国際法上の観点など、さまざまな観点を踏まえつつ、引き続き政府全体で総合的に検討していく必要があると考えております。佐藤正久君。続けて局長にお伺いします。法理論上は、警察権に基づく公共の秩序の維持、これは例えば法人の安全確保、これ、大法84条の3で、在外法人の保護措置が可能であるように、日本の領域だけではなく、接続水域とか、排他的経済水域でも、警察権に基づく公共の秩序の維持ということは、これは排除されないと考えてますが、いかがでしょうか。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、弾道ミサイル等の破壊措置は、公共の秩序の維持に当たるものでありございまして、
その保護対象となりうる船舶につきましては、日本関係船舶が考えられるところでございますが、我が国の排他的経済水域等を航行している多数の船舶が日本関係船舶に該当するかどうか確認することが困難であるとの課題もございます。いずれにせよ我が国の経済接続水域や排他的経済水域には極めて広大な上、多数の船舶が航行していることを踏まえ、これらの船舶の安全をどのような形で確保していくのか、政府全体で総合的に検討してまいります。佐藤正久君。これは一つの大きな課題で、多くの漁船が日本海では操業しております。でさらにこの破壊措置命令のもう一つの課題として、これも局長にお伺いしますけれども、日本上空を通過してグアムに着弾する恐れがある北朝鮮のミサイルを自衛隊は仮に撃ち落とすことができても、今の破壊措置命令で撃ち落とすことができない。ただそれでグアムの米国人島に被害が出れば、日米同盟に大きな影響が出かけないと思います。一方、局長は自民党の会議で、これ、存立危機事態が認定できれば、迎撃できる場合もあるというふうに述べられましたが、その認識は変わりありませんか。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。弾道ミサイルがですね、アメリカに向けて発射されるというだけでは、武力の行使の参与要件を満たすことになりませんが、一般論として申し上げますと、その時点における状況の全体を評価した結果、これが武力の行使の3要件、これを満たす場合には、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るための自衛の措置として、当該弾道ミサイルを迎撃することも可能と考えております。その上で、ご指摘の場合も含めて、武力の行使の3要件を満たすか否かは、個別、具体の状況に即して判断すべきものでありまして、一概にお答えすることは困難でございます。佐藤正久君。ただですね、この本当にマリアナ列島とか、あるいはハワイというものは、日本の上空を通過して着弾します。ワシントン DC であれば、アラスカ上空なので、日本の上空は通過しませんけれども、同盟というのは、価値観の共有と、負担の共有と、リスクの共有がなければ、同盟って成り立ちません。本当にアメリカの国民が被害が出るというのが分かっている状況で、日本が撃ち落とせるのに撃ち落とさないと。ということは、かなり大きな影響が一般論から言っても出ると思います。そういう場合、ただその存立危機自体が認定できれば落とせる場合もあるかもしれませんけれども、この資料15、16を見ていただきたいと思います。資料15、16です。存立危機自体を認定し、防衛出動を発令するには、対処基本方針案の策定とか、国会の事前承認が原則であり、弾道ミサイル対象に事務処理が追いつくか、かなり疑問でもあります。また、この国会の、事前承認というのが、この存立危機事態のこれ、原則になっています。例外というものはありますけれども、例外の中でも、特にこの五島合意によって、存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない場合は、例外なく事前承認になっています。日本にミサイルが落ちなくて、マリアナの方に落ちるという場合は、日本の武力攻撃事態は、なくても、存立危機事態に該当する場合もあるかもしれません。さらに、これは資料16にあるように、この、閣議決定でもうしっかりこの、施行にあたって、この五島合意というものを尊重し、適切に対処するとこうなってるんです。これは過去の議論としてこうなってますけれども、やはりこれからどういう形で本当にミサイル防衛というものを日米でやっていくか、これは共同反撃ということも当然想定される、議論をこれからするという上においては、このあたりも含めて、やっぱりミサイル対応、先ほどありました、排他経済水域含めて、どういう形で対応するか、これも防衛費と今後、検討していただけないでしょうか。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおりですね、平和安全法制に関する合意書、いわゆる五島合意がございまして、この中では存立危機事態に該当するが、武力攻撃事態等に該当しない例外的な場合における防衛出動の国家承認については例外なく、国家に全承認を求めることとされておりまして、政府は閣議決定で、当該同意の趣旨を尊重し、適切に対処することとしております。他方、国民の命と平和の暮らしを担保として守り抜くためにどうしたらいいのかということにつきましては、他方、さまざまな課題があると思いますので、検討していきたいと思います。佐藤正久君。私も後藤協議の方の責任者の一人で、当時からこれ非常に悩みながら、
実はこれを作った経緯があります。やっぱりこの時代と変化がありますので、やっぱこれにマッチングしたらどうやって守るかと、同盟を強化するかの観点から議論すべきだと思います。で、次は中国について外務大臣に伺います。一部報道等では今月の G20 等で日中首脳会談の可能性も指摘されています。ただ日中間の懸案事項、これは増加しています。8月4日の日本の波照間島の目と鼻の先の日本の排他的経済水域内で中国による弾道ミサイルが着弾をしました。これは言語道断です。で、その後の対応、なぜミサイルを撃たれた方の日本大使が中国に呼び出されて、撃たれた方の日本が在京大使に電話抗議なのかと、これは少子千番と言われても仕方がないと私は思います。もうしっかりとこのあたり対応というものはやらないと、これは外交的に問題と思います。さらに日中間の懸案事項は増加しています。尖閣諸島への海警艦船による領海侵入、中国艦船によるトカラ海峡を国際海峡と主張して領海侵入を繰り返しているということも最近散見されます。さらに東シナ海のガス田の櫓の増設、日本産食品の輸入禁止問題、アルプス処理水の問題、深刻な人権問題、何一つ解決しておりません。外務省の政府参考にお伺いします。今中国に不当に拘束されている日本人何人いますか。外務省安藤領事局長。お答え申し上げます。中国での一連の邦人拘束事案につきましては、政府として2015年5月以降合計16人の邦人が拘束されたことを確認しております。そのうち9名は帰国済みでありまして、1名が服役中に病気のため亡くなり、6名が帰国に至っていないという状況でございます。帰国に至っていない6名のうち4名につきましては刑が確定し、1名が公判中、残り1名は逮捕され身柄拘束中でございます。政府といたしましては、邦人保護の観点から領事面会やご家族との連絡等、できる限りの支援を行っているところでございます。また日中間の首脳会談や外相会談等、これまでさまざまなレベル機会で早期解放に向け中国側に働きかけて行ってきております。今後もこうした働きかけを継続し、中国側に対し前向きな対応を求めていく考えでございます。佐藤正久君。ぜひ対応をお願いしたいと思いますけれども、やっぱ外務大臣はトゲが、日中はトゲが抜くどころか実は増えてるんですよ。このミサイル着弾に分かるように増えてます、トゲが。で、自民党の部会ではまさに今回中国の共産党に大会において習近平の力が強くなったからこそ、トップ同士のこの会談の意義が高まったという説明がありました。確かに台湾海峡の平和と安定のためにトップ同士が話すということは当然大事だと思います。ただそのタイミングっていうのも一方であって、これはまさに日韓首脳会談がまさにそういうことだと思います。トゲが全然抜いたままのやるということについては、何らかの国民への説明という部分がないといけないと思います。首脳会談やるのはやるの意義があると思います。でも一方で外務省としてはそのいろんなトゲがあります。トゲを一つでも二つでも抜く努力、これがなければ、首脳会談はやりました、だけど全然トゲはそのままというのではやっぱり日本外交に傷がつきます。首脳会談は重要性は分かりますけれども、このトゲを抜く努力、これは外務大臣、先頭に立って、このトゲを抜く努力、この環境整備、これは大事だと思います。いかがでしょうか。林外務大臣。まさに今、佐藤委員からご指摘がありましたようにですね、この日中両国間には、数多くの課題や懸案があるわけでございます。であるからこそですね、主張すべきは主張し、責任ある行動を求めつつですね、諸懸案も含めて、対話をしっかりと重ねていくことが重要だと考えておるところでございます。ご指摘の日中首脳会談について、現時点で決まっていることはございませんけれども、首脳レベルのみならず、各分野各層でですね、重層的なやり取りを行っていく、このことが重要だと考えております。佐藤正久君。環境整備、これはやっぱ外務省の仕事ですから、これしっかりやっていただきたいと。でなければ、だからせっかく日中首脳会談やっても、成果について国民の評価、逆に今、習近平が一番力が強いときに、日本の方からすり寄ったと
というふうに見られるのは、これは得策じゃありませんし、多分外務省の本意ではないでしょうから、これはやっぱり国民への説明、見せ方という部分も合わせて検討いただきたいと思います。また、お隣の韓国もこの10年で大きく変わりました。反日新北政権もその10年間の間に誕生しました。弾道ミサイルも巡航ミサイルも韓国はもうすでに実戦配備をしており、で最近の韓国の世論調査では、約 55% の方が韓国も核武装すべきというふうな結果も出ています。この主な原因は、北朝鮮の脅威が高まると同時に、米軍に対する不信感です。で韓国の方では 55% の方が核武装すべきだと、日本とは全然違いますけれども、そのぐらいやっぱ向こう、危機意識が高まっているというのがあります。そういう中で、今回、国際観艦式に韓国の補給艦が来ます。まあ、それはそれで、親善という目的なのでいいんですけれども、ただその際、2018年の時のように、自衛艦機に対して極めて失礼な物言いがありました。日本の国旗と韓国の国旗以外はつけてきちゃいけないと、ふざけるなと、いかなかったら当然だと思いますが、今回、韓国の方が来る際に、総理が乗られる自衛隊の護衛艦にも自衛艦機がたなびきます。その自衛艦機に韓国が敬礼をしないとか、2018年のように、イ・スンシンの旗を掲げると、こういうことは絶対あってはならないと思います。これについての国差し、しっかりこういう前回の懸念事項、これは韓国のに伝えているんでしょうか。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。韓国側に対しましては、国際観艦式の参加にあたりまして、平素からさまざまな形でやり取りする中で、国際観艦式の目的に沿いまして、国際礼上にのっとった形で対応するよう申し伝えてきたところでございます。今般の国際観艦式に際し、韓国はこれらを理解した上で参加を決定していると考えております。佐藤正久君。そこはしっかりね、これ大変なことになりますから、今のユン政権でもはやそういうことはないと思いますけれども、しっかりここは念には念を入れて、これ、映像で流れますから、よろしくお願いしたいと思います。そしてもう一点、この国際観艦式に親善目的で韓国が来たことによって、これで隊員の命に関わる韓国の哨戒艦から海上自衛隊の哨戒機に対するレーダー照射、この問題がなかったことにしては絶対いけないと思います。これは分けて考えていかないといけない、特に日本用には特別のレーダー照射の基準を作ったと、まあ、前政権の話ですけども、そういう報道も出ました。まさに今回の観艦式とレーダー照射問題、これはやっぱ別で、しっかりレーダー照射問題については解決に向けて、しっかり今後とも、韓国側にこう、誠意ある回答を求めるという立場は変わらないと。ということでよろしいでしょうか。増田防衛政策局長。お答え申し上げます。ご指摘の火器管制レーダーの照射は不測の事態を招きかねない極めて危険な行為でありまして、平成30年の12月20日の火器検査レーダー照射事案に関し、韓国側に対して再発防止を強く求め続けてきているところでございます。こうした防衛省の立場は、平成31年1月に公表いたした最終見解のとおりでございます。防衛省、自衛隊としましては、再発防止も含めた懸案の解決のため、引き続き韓国側の適切な対応を強く求めていく考えに変わりはございません。佐藤正久君。よろしくお願いします。最後に、この日韓間におけるこの旧朝鮮半島出身者労働者の問題、まあ、いろいろ協議をしているということですけれども、やっぱりこの問題はもうすでに解決済みだというこの原則、これは絶対曲げてはいけませんので、仮に日本企業が謝罪とか寄付ということが絶対あってはいけないと思います。それについての外務大臣の考えと、仮に案ができたとしても、これは政権変わったから、また元に戻るということがないような何らかの担保、これが解決策が合意したときには必要だと思いますけれども、大臣の考えをお聞かせ願いたいと思います。林外務大臣。旧朝鮮半島出身労働者問題につきましては、従来から仮に現金化に至ることになれば、日韓関係にとって深刻な状況を招くので、避けなければならないということは、繰り返し韓国側に対して指摘してきたところでございます。
先般の国連総会における日韓首脳の指示を踏まえて、外交当局間での協議を加速化しております。また、この合意した後についてということでお尋ねがございましたが、まあ、他国の内政に関わることにコメントすることは差し控えますが、累次述べてきておりますように、国と国との約束を守るということは、国家間の関係の基本で、ございます。こうした一貫した立場からですね、臨んでまいりたいと思っております。佐藤正久君。